昨日警戒監視活動中の海上自衛隊の哨戒機 P3C が佐渡島西方および能登半島東方の領海内で不審船らしい船舶を発見しました。当初海上保安庁が対応していましたが、追尾が困難な状況となったため、24日未明、諸田防衛庁長官が自衛隊創設以来初の海上警備行動を発令し、海上自衛隊の護衛艦および哨戒機が追跡に当たりました。再三の停戦命令を無視した不審船に対し、警告射撃などによる停戦を試みましたが、不審船はこれらを無視して逃走を続け、日本の防空識別圏外に出ました。このため防衛庁は、これ以上の追跡は他国に無用の刺激を与えることにもなりかねないとの判断で、不審船の追尾を終了しました。午前7時現在のニュースは以上です。朝からビッグなニュースだったね。自衛隊の活躍で今回はひとまず安心できたけど、こういう時に僕らを守ってくれるのは彼らだってこと、みんなちゃんと分かってるかい？リスナーの中には自衛隊は災害の時に活躍するだけって思ってる人結構多いんじゃない？ Alright、 これから僕と一緒に自衛隊の本当の役割について考えてみよう。冷戦終結後、世界的な規模の武力紛争が起こる可能性は低くなりましたが、現在も複雑で多様な地域紛争は世界各地で発生しています。また大量破壊兵器や弾道ミサイルの移転・拡散が国際的に強く懸念されるなど、国際情勢は依然として不透明・不確実な要素をはらんでいます。アジア・太平洋地域では極東ロシア軍の量的削減などの変化が見られるものの、今なお核戦力を含む大規模な軍事力が存在しています。また経済成長を背景とした軍事力の拡充や近代化が見られるほか、領土問題に関する政治的な緊張が続いており、さらに最近においては北朝鮮のミサイル発射や南北の艦艇の銃撃事案が発生するなど、この地域には数多くの不透明不確実な要素が残されています。日本国内は安全で平和に見えるけど、世界に目を向けるとかなりデンジャラスなところがあるよね。朝鮮半島でも北と南を合わせて150万人もの地上軍が非武装地帯を挟んで睨み合いを続けてるらしいぜ。そこでだ、日本は実際どんな風に安全を確保しようとしてるんだろう。 Let's check it out。 日本の防衛政策は昭和32年に国防会議および閣議で決定された国防の基本方針にその基礎を置いています。国防の基本方針は国際協調など平和への努力の推進と国民生活の安定などによる安全保障基盤の確立を、次いで効率的な防衛力の整備と日米安全保障体制を基調とすることを基本方針として掲げています。この国防の基本方針を受けて、日本は憲法の下専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本理念に従い、日米安保体制を堅持するとともに文民統制を確保し、非核三原則を守りつつ節度ある防衛力を自主的に整備してきています。防衛力は侵略を排除する国家の意思と能力を表すもので、侵略を未然に防止し国の安全保障を最終的に担保するものであって、他のいかなる手段によっても変えることができないものです。このため政府は防衛力の適切な整備を進め、その維持・運用を図ってきました。なるほど。外交や内政の分野の努力のみでは外国からの侵略を未然に防止できないし、万一侵略を受けた場合にはこれを排除することもできない。防衛力はなければならないものってことだね。現在この防衛力についてあり方や具体的な整備目標などを定めているのが、平成7年に安全保障会議と閣議で決定された防衛計画の大綱です。防衛力の役割については、我が国の防衛を引き続き防衛力の中心的な役割と位置づけるとともに、今後さらに期待される役割として大規模災害など各種の事態への対応と
より安定した安全保障環境の構築への貢献が掲げられています。防衛力の在り方については国際情勢の変化などを踏まえ、規模・機能の見直しを行い、合理化・効率化・コンパクト化を一層進めることとして、必要な機能の充実と防衛力の質的な向上を図ることとしています。また様々な事態に有効に対応しうる防衛力を整備し、事態の推移にも円滑に対応できるような弾力性を確保するため、機関部隊の見直しや即応予備自衛官制度の導入などを進めることとしています。さすが日本、方針をしっかり立てた上で適切な防衛力を整備しているんだね。 All right, 次は僕らの大切なパートナー、アメリカとの関係について見てみよう。今日の国際社会で日本が独力であらゆる事態に対応できる隙のない防衛体制を保持することは経済的にも容易ではなく、何よりも政治的な姿勢として適切でありません。そこで日本は基本的な価値観などを共有し、経済面でも関係が深く、強大な軍事力を有する米国との同盟関係を継続し、その抑止力を日本の安全保障のために有効に機能させることで、自らの適切な防衛力の保持と合わせて隙のない体制を構築し、日本の安全を確保することとしています。日米安保体制は日本の安全確保にとって必要不可欠なものであるとともに、日本周辺地域の平和と安定を確保し、より安定した安全保障環境を構築するためにも重要な役割を果たしています。昭和53年に策定された日米防衛協力のための指針は、日本が他国から攻撃を受けた場合の自衛隊と米軍の協力体制に重点を置いてまとめられたものです。平成8年4月の日米安全保障共同宣言では、アジア太平洋地域における不安定性及び不透明性が依然存在するという認識に鑑み、指針の見直しが合意されました。平成9年9月には新しい時代におけるより効果的な日米防衛協力関係を構築するため、全指針の下での協力を基盤とした新たな指針が策定されました。これを受けて平成11年5月には指針の実効性を確保するため、いわゆるガイドライン関連法などが国会で成立、承認されました。周辺事態安全確保法とは、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態など、日本の周辺地域における日本の平和と安全に重要な影響を与える事態に対応するための措置や手続きなどを定めたものです。これによって米軍に対して行う物品や役務の提供といった後方地域支援、また戦闘行為で遭難した戦闘参加者の捜索や救助を行う後方地域捜索救助活動が規定されました。日米物品役務相互提供協定の改正では、適用される活動の対象に周辺事態に対応する活動が加えられ、自衛隊法の一部改正では、緊急事態時に必要な在外邦人等の輸送手段に船舶などが追加されました。I see. 日米安保体制を基本に周辺事態を想定した法整備がされて、日本とアメリカは結びつきをより一層深めたことになるね。すなわち日米安保体制の信頼性の向上ってやつだね。さあ、ここまで来たら陸海空各自衛隊のディテールを見るっきゃないよね。Everybody, 見逃すなよ。侵略から領土、国民を直接防衛して侵攻部隊を実力で排除する最終的な役割を有する陸上自衛隊。日本に侵攻しようとする敵部隊に対し、
海上自衛隊や航空自衛隊と協力して努めて洋上で撃破し、侵攻勢力を排除します。地方を海に囲まれ、資源の大部分を海外に依存する日本では、海上交通の安全確保は生命線の確保に直結します。そのため海上自衛隊は国土を防衛するほか、日本周辺海域の海上交通の安全を確保することも重要な役割としています。巨大な空間を活動の場とする航空自衛隊、彼らは優れた監視能力を有し、平時から常に警戒態勢を取り、領空侵犯に対する措置を実施しています。侵入してくる航空機や海を渡って上陸しようとする外敵に対して、その機動性、打撃力などを生かし、日本の防衛に当たります。自衛隊はこうした任務を責任持って遂行するため、日夜訓練を行っているんだね。これも我々や日本の安全を守るためなんだ。 Whoa, they're cool! 平成11年3月には防衛庁設置法等の一部改正法が施行され、大規模災害への対応など出動時以外でも自衛隊の統合運用が必要な場合には、統合幕僚会議が防衛庁長官を補佐しうるように、その機能の充実が図られました。自衛隊の任務を迅速かつ効率的に遂行するためには、陸海空各自衛隊の統合運用は欠かせないことなんだね。ところで、日本の安全確保には米軍の存在はなくてはならないものだけど、日頃日本とアメリカはどんな取り組みをしているんだろう。ちょっと調べてみよう。日米両国間では平素から緊密な情報交換や政策協議などが行われており、日米安全保障協議委員会をはじめとする各種のレベルで協議の場が設けられています。平成11年1月には東京で日米防衛首脳会談が開催され、北朝鮮のミサイル再発射問題や指針の実効性確保のための諸施策などについての話し合いが行われました。自衛隊と米軍で行う共同訓練もまた、日米安全保障体制の信頼性と抑止効果の維持向上に役立っています。これは戦術技量を測る上で有益なだけでなく、平素からの戦術面における相互理解と意思疎通を促進することで、インターオペラビリティ、すなわち戦術、装備、後方支援などに関し相互性を持つ体制の向上につなげることができます。一方、冷戦後の大量破壊兵器や弾道ミサイルの移転・拡散状況や日本の防衛政策上重要課題であるという認識のもと、平成11年度から米国との間で弾道ミサイル防衛 BMD の共同技術研究に着手しました。グッドなブレーンがないと安全を守るのも難しい時代になってきたんだね。さあ、この番組もいよいよ佳境、ここで復習。防衛力の役割って3つあったよね。1つは我が国の防衛だけど、あとの2つって何だったっけ？大規模災害など各種の事態への対応は、防衛力の役割の中で国民に最も強く意識されています。平成11年には神奈川県黒倉川での水難者の捜索・救助活動、茨城県東海村における臨海事故では
化学防護部隊を出動させるなど、自然災害以外の特殊な災害にも自衛隊はその組織、装備、能力を生かして対応してきました。また自衛隊には様々な事態への対応が求められており、外国での緊急事態にも対処することができるように在外邦人等の輸送を想定した訓練なども行われております。自衛隊の救援活動に対する国民の期待はますます大きくなってきており、今後もこれまでの経験を踏まえ災害や緊急事態への対処能力を向上させるように努めていきます。より安定した安全保障環境の構築への貢献も防衛力の大切な役割の一つです。国際平和協力業務としてゴラン高原では平成11年12月末現在45名の隊員が安徳に参加しており、中東和平のための国際的努力への協力を行っています。また平成11年11月から東ティモール避難民のための人道的な国際救援活動として、平成11年12月末現在113名の隊員がインドネシア国内において援助物資などの空輸を実施しています。平成10年10月に発生したホンジュラスでのハリケーン被害に対する自衛隊部隊による初めての国際緊急援助活動に続き、平成11年8月のトルコ大地震の被災者支援のため国際緊急援助活動に必要な物資の海上輸送を実施しました。陸上自衛隊では医療・空輸の各活動及びこれらに給水を組み合わせた活動を自己完結的に実施できるよう任務に対応できる体制をとっており、また海上自衛隊及び航空自衛隊では援助活動を行う陸上自衛隊の部隊などを輸送できる体制をとっています。防衛庁は関係諸国との信頼関係を重視し、安全保障対話や防衛交流にも積極的に取り組んでいます。平成11年1月には防衛庁長官が韓国を訪れ、地域情勢、防衛政策、日韓防衛交流などについて意見交換を行い、続いて8月にはロシアを訪問し、国防大臣との会談で両国間の対話や交流を一層強化していくことに合意し、そのための文書も作成しました。その他、中国やアジア太平洋諸国とも安全保障分野での意見交換を行う機会を設けるなど、各国との防衛交流を深めています。国連や国際機関などが行う軍備管理や軍縮分野への協力として、防衛庁は職員を派遣するなどしています。対人地雷の問題については、平成11年3月の対人地雷禁止条約発効を受け、必要な措置を早期に講じるとともに、保有している対人地雷も条約発効後4年以内に確実に破棄することとしています。本当、自衛隊っていろんな分野でいろんな活動をしているんだね。え？まだ他にもあるって？平成10年11月から11年4月までの間、海上自衛隊は南極地域観測に対する協力として、砕氷艦しらせによる観測隊員や物資の輸送を行うなど、日本の南極地域観測事業の推進に大きく貢献しました。地域社会との交流を深める活動もまた、防衛問題や自衛隊に対する国民の関心を深めてもらうために大切なことです。富士山麓での総合火力演習、これは国民が自衛隊の装備や訓練などに触れる数少ない機会の一つです。また護衛艦などによる体験航海、基地航空祭のブルーインパルスの展示飛行などもあります。その他、航空観閲式、自衛隊音楽祭りを開催したり、施設の公開や開放など、自衛隊と国民が身近に接することのできるさまざまな機会を設けています。
うっす、たくさんのインフォメーションをお送りしましたが、消化不良起こしてない？自衛隊の真の役割は日本の安全を守るってこと、分かってくれたよね。もうこれで自衛隊は何やってるの、本当に必要なの、なんていうクエスチョンしないでくれよ。さあ、そろそろお別れの時間が来ました。今日はこの辺りで失礼するとして、今度も絶対中忍してね。 See you again! Goodbye!